刻はお昼の2時になりました。ナイツの土屋です。花輪です。ハリセンボンの箕輪はるかです。ではここで今日のお天気をすいません、はい、今日はよろしくお願いします。はい、お天気をはるかちゃんお願いします。はい、有楽町日本放送の屋上の温度計は 10.7 度、湿度は 28.5%。 東京地方今日の天気は晴れ、関東は晴れて澄んだ青空が広がるでしょう。空気の乾燥が進むため火の取り扱いにご注意ください。北部の山沿いでは所々でにわか雪があるでしょう。最高気温は昨日よりやや低く12度前後のところが多い見込みです。日差しの下でも空気は冷たいでしょう。あ、びっくりした。箕輪はるかが2時のお天気をお伝えしました。しっしゃー、焦ったよ。なんだよ関係ないじゃん。だって、はい、天気のボタンなんで。天気のボタンじゃないですよ。なんで早押しボタンですよ。天気を読んだ人のボタンなんで伝えました。早まるな。はい、伝えました。大丈夫ですか。はい、はい、さあ、それではこの後、いよいよ再びね、あのお二人を呼んで、ラジオショー真冬のイントロ大会開催です。イントロにはある夢、希望、人生。そう、イントロは人生そのものだ。今日再びその人生をかけたイントロ愛が爆発する。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。大泉一郎孫。福山雅治、はい、ヘロ。おじいさん。シーソーゲーム。おお、やってやってやった。うわー、大熱戦となった真夏のイントロ大会から早半年、再び真冬のイントロ頂上決戦が幕を開ける。その挑戦者は、俺はまだ終われない、絶対手にしたいものが2つある、漫才王者の称号、そしてイントロチャンピオンの称号。出世払い先送り状態みたいな人生、イントロで返すと誓った。寝起きの起き抜けイントロクイズも即答。イントロ界のミハエル・シューマッハ、モグライダー芝、俺に歌詞はいらない、イントロだけでいい。イントロ界の譲らぬ絶対王者が再びナイツラジオショーに降臨。楽曲を 0.1 秒聴いただけでおよそ3万曲の曲名を言い当てるイントロ速射法。目指すは夏冬連覇。真夏の決戦に続き王者の称号を証明する。イントロマエストロ藤田太郎。忘れていたものを取り返す俺たちだってイントロ師。歌ネタをこよなく愛するナイツも参戦。ただ証明したい、俺が一番イントロをうまく聞き取れることを。ナイツザラジオショー、真冬のイントロ大会で盛り上がりましょう。ということで始まりました、ナイツラジオショー真冬のイントロクイズ大会で盛り上がりましょう。おい、アバンが長いよ。長いな、体操に。対策です。すごいね、そんな意識しすぎたちょっとオールじゃん。ここからはナイツの二人もクイズに参加されるということで、口イントロの女王こと箕輪はるかが進行していますが、改めてイントロ対決に出演するスペシャルゲストをご紹介しましょう、うん、二時代のゲストであり初代ナイツラジオショーイントロ王者、イントロマエストロ藤田太郎さんです。よろしくお願いします。連覇目指します、頑張ります。よろしくお願いします。応援に来た。さあ、それに挑むのは芸人界最強のイントロチャレンジャー、モグライダー芝くん。お願いします。はい、まあもう呼ばれちゃったんでね、やるしかないやるしかないよ。やるしかないってことですね。切り替えてくださいよ、ね、まずは目の前のね、はい、大会に集中する。まずは
はい、1個取ります。そして一年中突っ込む曲を探している広瀬香美ロマンスの神様です遅い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 、みんな答えられてない、サビ終わってましたもんね、みんなわかんないんだと思ったナイツのナオさん、そしてブンブンヘローイントロクイズでおなじみナイツの土屋さん、ね、あれネイティブだからね俺普段から言ってるからヘローって言ってるから、ね、そのまま読んじゃうんですおじいさん、はい、英語を知らないおじいさん英語HE ってなってるからねさあこの4人で誰が真冬のイントロを賞のふさわしいかを決めたいと思います、うん、勝ちたい、はい、応援メールも来ております、はい、主婦佐藤さん、君だ私はやっぱり藤田さんが全然始まんないの、エンバーみたいな、まだ始まんないから、 CM 何本入ってる、応援メールが来てるんですよ主婦田佐藤さん、私はやっぱり藤田さんがぶっちぎり1位だと思います、藤田さん頑張ってください、ありがとうございます、それはね、はい、やっぱり予想は、そしてジャジャウマさん、藤田さん柴さんを迎えてのイントロクイズめちゃくちゃ楽しみです、うん、前にやった時にまたやってほしいと思ってたらすぐに第2回ラジオショーイントロクイズが開催されて嬉しいです、うん、柴さん M1 前にありがとうございます、いやありがとうございます、うん、ありがとうございますというか先にごめんなさいって言ってほしいんですから日本放送さんにも誰にも謝られなかった、誰にも謝ってこない、あそう、なんだろう、当たり前みたいな勘違いしないでください俺が来たいって来てるわけじゃないそうですよ、まあ、夏もそうだったし、ね、夏もそうですよその前の寝起きの電話もそうだ、ね、そうですよ、その寝起きの電話の件もまだ誰にも謝られてないまだ誰も謝ってないか、そっか、まあ来ちゃうんでね、僕も呼ばれたから、はい、うん、では今回のナイツラジオショー真冬のイントロクイズ大会で盛り上がりましょうのルールを説明します、はい、問題はイントロクイズをはじめ口イントロクイズ、うん、歌った歌詞の一部で何の歌かを当てるワンフレーズクイズ、うん、アウトロクイズなどを用意しています。ああ今回は真冬のイントロクイズ大会ということで楽曲は主に冬の曲となっています、うん、1問正解につき1ポイント、どの問題でも全て早押しで回答してください、うんうん、全ての問題でお手つき不正解の場合は次の回答権1回分がお休みとなります、うん、なるほど、連続しては答えられないということですね、ここ絶対守りましょう、はいはい、何をシビアにやってるんですかここ花澤厳しいから、ここラジオだからってそういうごまかしがいやもういいですそれはやりますちゃんと、それではもう応援メール来てないですか、はい、もういいよもうやりますか、読むなその構成やめろ途中でなんかツイッター読むやつルール読んでまた応援メールいらないんだあれ、スポンサーになってるから読まないといけないさあそれでは早速参りましょう、いきますか、いよいよナイツラジオショー真冬のイントロクイズ大会で盛り上がりましょう、よっしゃ、じゃあまずは最もスタンダードなイントロクイズ編、よっしゃ、こちらはシンプルにイントロだけを聞いて答えてください、はい、それでは第1問、ああ、槙原敬之さん、冬が始まるよ。早い。早い。藤田一番取りました。早い。こんなだっけ。みんな押して押されてましたね。危ない危ない。みんな早かったか。藤田さん早い。いやまあでも早すぎる。早すぎる。早すぎる。まずはここはね。すごいですね。はい。それでは第2問。誰だ、花尾さん。キロロじゃないかな。キロロ。ああ。タイトルは。長い間。藤田さん。カラシマみどりさん、サイレントイブ。よし。なんか言わんとすることは呼びったけど、ピアノが多い、ホーラーのやつかと思ったけど、未来へ、そうか、でも冬が冬なんですね、そう、冬っていうの頭入れとかないと、島みどりさん行きますか、そうか、いやこれは分かんねえな、この人早いな、じゃあ行きますか、では第3問目は、藤田さん、グローブディパーチャーズアルバムバージョン、よっしゃー、ちょっと待って、ダメだ、ちょっと待って、え、こん
ってよかったダメだ、いきなり一回俺が今ミーナで炎上してる件話そう。ここで話そう。ここで誰も何なんだよ。一回ここで話そう。もう試合もうちょっと集中できないから。ちょっとミーナが炎上してるんだ。何だ今のペパーチャーズ。これはでも実は昨日ラジオでちょっと紹介したのもあって。そうなんだ。来てます、僕来てます。今のだってもう本当な、冬の音大体あんなんじゃないのっていう音ですけど、あれはちょっと特徴がね あるんです。アルバムバージョン。アルバムバージョン。シングルは歌い出しなんです。あ、はい、そうです。どこまでもから入る。ああ、ね、アルバムバージョン。はい、なんで出題のスタッフも今日はガチだと思います。サイレントイブあたりからあれと思ったんですよ。ちょっと待って、すごいな。やばい。1個ぐらい取らないとねえ、うん、ここで1個ぐらいは取ろう、うん、じゃあ次いきますね、はい、第4問目。あ、土屋さん演歌だね、うん、うわーってきたから、津軽海峡冬景色。違う。花さん予作。あ、違う。え、もうちょっと。あと何がある。藤田さん。ゼロ、海行き。うわ、出た。よっしゃ。ゼロだけ、君の日本海を見失いたい。藤田さん、藤田さん、藤田さんが。あー、立ち始めた。ゼロかよ。ゼロっていたな、ゼロ。ゼロ。海行き、108からなんだ。108からだ。ゼロは。うわいやすごい。まあでも僕はここは取らないとなんでね。そう、こっからいや強いな。ガチだな。ガチガチ、めっちゃガチ。ちょっとすごいですよね。わかんない傾向性が、ね、ちょっとまだしばく押してないです、ね。押せでもないよまだ。押せてない。じゃあ次いきます。第5問。え？あれ？てんてん。藤田さん。寒い夜だから。あー、うわー。すごいじゃん、すごいじゃん。前段から始まるの。ちょっとやばい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 な、やばいやばい。え、今何個取られてる。今5 5 5 0 5 0 0 0。すごいすごい、圧倒的。まずいよこれは。まずい。冬だからな。そう、冬っていうのを、なんか前回も同じで、こっから僕追い上げられてますからね。いや、そう、全然。そうそうそうなんです。ここでちょっと。そうなんだけど、だけど、でもね、そう、阻止した方がいいよね。一発入れとかないと。そうだね、ちょっとさすがに不安だよ。3人足したポイントでもいいかもしれない。でもいいかもね、本当に。よね、多分。マセキバーサス藤田太郎でいいんじゃない。マセキバーサス勝てないって。前回もそうやって言ってたんだよ、確かに。無理だよ、まあ、それぐらいやっぱり強いんだよな。さあ続きまして、はい、第6問。ね、ええ、ねもう喋ってる。一瞬人の声だと。え、ね、お、藤田さん。竹内まりやさん、今夜はハーティーパーティー。こんな遊ぶ。これ木村拓哉さんの声から始まった、はい、今そうだ、声で言ってた。そうだ、そういうエピソードまで ね, ねパーティーにおいでてんだ、ね、そうだ、マセキバーサスだな。そうですね、6000で。さあイントロクイズはここで終了です。タコ殴りじゃん。やばい、今藤田さん6ポイント。ここはでもまあまあ、そう、すいません、恥ずかしい。あのアバンとの煽りが恥ずかしい。恥ずかしいです。何がリベンジ目立つだよ。居場所ないですね。ちょっと前よりすごいな。そうだな。ただやっぱ勝負はこっから。一回も間違えなかったですもんね。ね、しかも。まあそうですね。なんとここまで完璧でしたね。完璧でしたね。あ、さあそれでは、あ、ここで応援メールが来てますね。ちょっと応援足りないから。応援足りてないから。まだ足りてない。キッズアーミーナイフさん、試合になってないくらい藤田さん強すぎます。強すぎます。他の3人、口イントロ、アウトロで巻き返してください。任せろ。任せろ。ここだよ。こっからだよ。こっからなんですよ。はい。続いては、口イントロクイズ編ということで、私、箕輪はるかが歌うイントロを聞いて答えてください。問題は全て早押しです。はい。それでは第1問。てん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 。花さん。体が
夏に出す。めちゃめちゃ夏じゃん。もう次夏ですよ。めちゃくちゃ夏だ。ブーが早い。恥ずかしい。恥ずかしい。冬になるなと思ってね。冬になるな。よくないでしょ、体が冬になって。恥ずかしい。恥ずかしい。これ恥ずかしい。これイントロなんですよね。これイントロ。イントロ。もう一回いきますね。てん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 。てん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 。わー。てん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 。え？え？え？有名な曲ですよこれは。え？有名？あ、藤田さん。中島美嘉さん、雪の花。あー違う。違う。私の好きなアーティストです。知るかよ。知るとなくね。知らねえ。うちイントロの女王。女王が好きなの？女王が好きなの？白い恋人たち？違います。歌詞が英語です。え？俺ね、あれがわかんないんですよ。だから、ヒントになっちゃうからね、あんま言うと。え？いい？ちょっとタイトル間違えます。タイトル。ドリームズカムトゥルーのウィンターソング。おお！すげえ！すげえ！すげえ！ああ、なるほど。ウィンターソングだよね。ウィンターソング。やったじゃん。8ポイント。あ、よく出た。好きだっていうの。そうね、ドリカム好きだって言ってたから。なるほど。これで花輪さん1ポイント。ありがとうございます。そうか、英語だ。だから、パーって言ったとか。はい、あ、そうです、そうです。うわ。うわ。花輪さんが1ポイント。ありがとうございます。やばい。追い上げよう。追い上げよう。じゃあ、第2問いきます。てんてん、ててんてん、ててんてん。ん？あ、芝くん。え？大滝栄一。うん。ああ君は天然色。違う。え？てん。てん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 。藤田さん。嵐のウィッシュ。おお。あれ大滝さん、大滝栄一。大滝栄一だと思った。あ、大滝さんだ。発見が、発見がいろいろ。大滝さんっぽいですねこれ。似てる。ね。いい大滝栄一で正解でもいいよ正解でもいいよ。でも確かにその冬芝居だもんね。そうだね、冬の歌だから。なるほど。あ、ここで口イントロクイズは終了です。やべえ、口イントロ2個しかなかったよ。やばいじゃん。はい、そうです。続いてはワンフレーズクイズ編です。ここだね。歌った歌詞は本当に短いからね、ワンフレーズ。はい、何の歌かを当ててください。まずは最初はじゃあクリスマスでいきましょうかね。クリスマス。はい、クリスマスっていう歌詞ね。そうですね、クリスマスの歌詞をいきます。クリスマス、え？クリスマス。え？これは超メジャー曲ですね。え？クリスマス。クリスマス。もうどんどん行くしかないからね。クリスマス。サビではない。サビではない。もうだから、どんどん行こう。恋人はサンタクロース、松任谷由実。違います。違う。土屋さん。いつかのメリークリスマス、ビーズ。違います。違う。しばくなんか、TM レボリューションのホワイトブレス。クリスマス、これはもう有名。はい、もう子供の頃から歌ってる。子供の頃から、クリスマス。土屋さん。
赤鼻のトナカイ。あ、違う、な、あ、赤鼻のトナカイじゃない。うん、そっち系そっち系。同様ってこと同様。これ何あ、違う違う。違いますが。アーテンボーのサンタクロース。アーテンボーのサンタクロース。正解。おお、あ、アーテンボーのサンタクロースだな、あれ。赤鼻のトナカイって言ったあったっけ。それのことを言ってるのかな。真っ赤なお花のトナカイさんはもうあるよね。あ、そっちじゃねえか。うん、天展望の。そうだね。クリスマス前にの。あクリスマス。あクリスマス。あそっか。そこ用もあるんだ。そっちもあるんだね。あー、むずい。いやー、難しいの。オッケー、オッケー、オッケー。いける、いける。じゃあ次のクリスマスいきますね。クリスマス。何だ同じだ。同じ。同じ。同じじゃないのそれ。もう一回お願いします。クリスマス。クリスマス。え？クリスマス。ガンガン。ガンダム。ガンダム。ガンダム。クリスマス出てこない。クリスマスバージョン。ガンダム。クリスマスバージョン。クリスマス。クリスマス。ガンダム。ガンダム。燃え上がれちゃう。難しいかなこれ。クリスマス。クリスマス。もうガンダムになっちゃう。もう全部わかんないもんだなこれ。クリスマス五文字もあるのにわかんないもんだな。クリスマス。これ私がちょっとメロディー。あちょっと違ってる。はるかちゃん頼むよ。ね。クリスマス。あ？え？違う？クリスマス。え？クリスマス。これはちょっと違う。クリスマス。ちょっと違う。ちょっと違う。クリスマス。え？あ、うん。クリスマス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 。乗ってきたね。クリスマス。え？クリスマス。クリスマス。そんな曲あった？あった。そんな。これはもう超メジャーな。超メジャー。超メジャー。アーティスト。はい。アーティスト？はい。稲垣潤一さんのクリスマスキャロルが鳴る。キャロルの頃には。頃には。違います。え？クリスマス。え？あ、わかんないかな。おお。正解は。松任谷由実さんの恋人が最初の、あ、そっちだったんだ。最初のところ。どこ？はい。え？クリスマスの日。の日。私に言いた。むずい。やっぱこれ難しい。これ難しいですね。マグネシリーズって本当難しいよね。次のクリスマスはいいかもしれない。まだクリスマスや。皆さん逆転チャンスなんで。いやそうだそうだね。いやそうよ。ってください。じゃあ第3問目です。クリスマス。あ、なんだっけ、あの曲名ね。わかるよ。曲名よ。曲名だよねこれね。じゃじゃじゃ。ほら、なんかあれなんていう曲？クリスマス。あ、土屋さん。クリスマスがやってくる。違います。曲名。クリスマス。わかるよ。みんな同じ映像が。そうなの。もう分かってんだけど。曲名なのよ。今年も何回も聞いてるはずですよ。CM でね。CM でね。素敵な。素敵な。素敵なクリスマス。あー違う。え？え？惜しい？休日みたいな。え？みたいな。みたいな。え？素敵な。素敵なホリデー。世界。これ素敵なホリデー。素敵な。おかしい。
ホリデーっていう曲なの。竹内まりやさん。もう絶対全然違う。休日みたいなって。恥ずかしいですね。恥ずかしい。これで最初の1ポイント。ホリデーっていう答え。そうなんだ。知らなかった。さあ、ここで一旦 CM 交通情報を挟みまして、後半も、マナツのイントロクイズです。引き続き、今日はイントロマエストロ藤田太郎さんとモグライダー柴さんを迎えて、ナイツラ上昇真冬のイントロクイズ大会で盛り上がりましょう。お送りします。前回よりも厳しい戦いですね。厳しいですね、これ。ちょっと全然。全然だね。なんかこう、縛りが出ると逆に難しくなるかも。難しいのかな。冬とかじゃん。ね。途中経過を見ると、藤田さんが7ポイント。花尾さん2ポイント。柴くん0ポイント。土屋さん1ポイント。やばくね？柴くん0？うん。忘れてないもん全然。あ、そう。やばいやばい。チームマセキで言うと3ポイント。いや、マセキだよ。チームマセキだから。それでも、ダブルスコア、はい、マセキが。ずっとやばいな。やばい。やばいな。さあ、残り時間までどんどん出題していきましょう。はい、続いては大好評、アウトロクイズ編です。アウトロもね。これ僕苦手なんですよね。そうですよね。アウトロも前良かったんだよな。撮りたいアウトロは。イントロとは真逆で、うん、歌の最後のメロディー、アウトロだけを聞いて何の歌を、何の歌かを当ててください。うん、それでは、第1問。これも冬？なんとなく藤井フミヤさんのトゥルーラブ。あ、違うか。では、冬の定番。冬2000年代。2000年代。あ、藤田さん、レミオロメン、粉雪。おお、最後のうわー、そうなんだ。最後ね、やばやば。あ、そう。それでは、うん、第2問。はい、なんか音が粘るね。でかい1個。冬たーん。でーん。わからないか。でーん。それ絶対わかんない。もう全然。もう。むずいよ。むずいよ。むずいぜ。あ、わかんないよ。もうどんどん行くよ。うん。谷村新司さんのスバル。違うか。どんどん行く。うん、浜田省吾、悲しみや雪のように。待って、冬の歌が全然出てこない。冬の歌で、バンドです。バンド。バンド。バンド？有名なバンド。有名です。冬の曲なの？冬の曲です。冬の曲？土屋さん。グレーでウィンターゲン。おお、やっぱりグレーだ。ここで来た、ここで来た。こんな、うわー、やった。こんななんだ、拓郎さん。ここで来た、ここで。拓郎さん、やった。これはどっかで来るとは思ってたけど。なるほどね、ウィンターゲイン。俺は絶対来ると思ってたけど、イントロ。でもこれとは思わなかったな。うわー、相当いい問題だった今。よっしゃよっしゃ。はい、続いて第3問目。これは、ゲレンデが溶けるほど恋したい。え、あれ？しまか。チューチュートレイン。どっちの？ズーの。ああ。どっちの？どっちの？別に。ズーだと思ったこれ。はい、あ、でもまあ、そう。軽いの、音が。テテテテテテって言うの。そうそう。確かに、音が軽いね。なんか僕ね、チームマセキ。やばい。よし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 。オッケー。来ました。それでは、第、な、4問目。しばくん。稲垣潤一、クリスマスキャロルの頃には。違う。
としました。中島みゆきさんの空と君の間に、あ、違う、ドラマ、ドラマでもドラマですよね。ドラマでヒットした土屋さん、もう一回、悲しみや雪のように。おお、土屋さんが盛り上がる、やばー、すごい下がってきた、よし、やばいぞ、盛り上げてきたよ、土屋さんがゾーンに入ってる、やばいやばい、よしよしよし、連続正解いきました、逆転チャンスかもしれません。はい、続きまして第5問目。花さん、尾崎豊のオーマイリトルガール。おーい、これイントロじゃない、これ最後のとこですね、アウトローだ、これはもうこれめちゃくちゃ歌ってたから、歌ってたんだ、歌ってたんですか、イメージがあんまりなかった、高校生の時にカラオケで、あ、世代ですからね、世代世代、よっしゃ、いや、いいんじゃないですか、いいんじゃない、いいんじゃない、来てんじゃない、結構来てますね。続きまして第6問目。ハーモニカが特徴です。ハーモニカが特徴。中島くん、ロード。おお、すげえ、おお、どうした、ロードのアウトのコーナーだ、こんな最後の追い上げてんじゃないの今、今どうだ、チームマセキと藤田さんが同点です。いつの間にチームマスターになってるんだ。いつの間にかチーム制になってるけど、よっしゃ。さあ、おっと、この鐘が鳴ったということで、次が最終問題となります。最終問題、最後は冬を感じろ編、うん、今から夏の曲を3曲、冬の曲を1曲同時に流します、うん、夏の曲の中から流れている冬の曲が何かを当ててください。すげー、考えたな、4曲のうちの1曲が冬、うん、それでは問題です。すごい邪魔だわ、2人邪魔だよ、すごい邪魔、すごい正解だな、熱いのが強いのが2人いるのよ、熱いのと夏休みが強い、夏が2人いるのよ、すごいですね、もう一回いくよ、クリスマスソングです。そう、TM レボリューションのホワイトブレス？あ、違うか。どうだ、聞こえましたかね、うっすら。わかんない。いるんですよ、いるんですか、いるんですか、本当にボリューム揃ってる、全部熱いのは背中での太陽本当に、いる、ちゃんと勝てないって、夏が強い、どうだい、藤田さんもだいぶ天を仰いでましたね、そうっす、聞こえそうで、もう一回いきます、ああ、もう一回来たい、土屋さん、なんかね、うん、拳が聞こえたんだよ、お、よし行くぞ雪国、早いなちょっとそのブー食い気味が必要ありますいや、じゃあ、拳の時点でもう、ええー、
そんなに強い歌じゃないの？そう、と思ったんだよね。逆にですか。そんだけ消えちゃうってこと。時間切れか。答えたかったな。答えたかった。当てたいっすね。当てたいっすね。正解は、はい、ビーズのいつかのメリークリスマス。こだわられてないよ。こだわられてない。え、でももう一曲は郷ひろみ、はい、チューブ、はい、夏のもう一曲は、あと二人のアイランドですね。夏か。はい、ということで終了となりました。最終問題終わりましたが、ここで最終結果を発表します。はい、藤田さん8ポイント、土屋さん3ポイント、花尾さん3ポイント、芝君2ポイントで、優勝は藤田さんです。いやありがとうございます。おめでとうございます。圧倒的です。圧倒的だ、やっぱり最初も6連勝だもんね。気合が入りまして、はい、いかがですか、2連勝されて、はい、一応イントロマイストロの面目を保たせていただきまして、はい、いや強かった。芝君もすごかったね、最後。なんかね、もうずっとこう押せもしないぐらい、うんうんうん、ずっとなんかね苦しい戦いだったんですけど、でもロードすごかったですね。ロードね、なんかやったあの辺でって感じ。徐々に先が抜けてきた感じ。酔っ払ってたけどね。あ、もう時間です。お時間だ。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。僕らで芝君でした。芝君今頑張って。ありがとうございました。24日お願いします。